はようございます。おはようございます。これ見てください。すごいです。ちょっと威圧されるもん。何かっていうと、なんか車の集まりみたいなね、フェラーリとか、いかついやつ。すごい財布とか作る車の紹介もいいですか。ああもうちょっと車紹介させてもらっていいですか。フェラーのおフェラーリクイーンですか。これは何ていうモデルですか。あ458いかがするんですか。えうわー1000万じゃん。1000万以上じゃないか。あもう全然違う。めちゃめちゃ綺麗。でも意外と入ってるんですか。三本貸し出しがめちゃくちゃかっこいい。すごいな、そんなカバーランドセルに改造したぐらいでこんなもん買えへんですよね。何やってるんですか。投資いろいろ何ですか。ちょっと聞きたい。俺そっちの方が気になる。ランドセルだけでもすごいです。マジっすか。ランドセルやろうかな。いやいや、じゃあ車紹介お願いします。僕は本当にもうスーパーカーじゃないよね。あ、でもめちゃくちゃいいね。めっちゃマットかっこいいですね。かっこいいな。え、マットめっちゃかっこいいです、うん、めちゃくちゃかっこいい。そう、だからいや、僕はどっちかっていうとそのスーパーカーとかあんま全然わからんので、こういうやつが好きなんですね。バーカーかっこいいですね。レンズ、これいくらするんですか。お金の話ばっかりすみません。お金の話500万ぐらい安いです。え GT53 2500万。ここおかしいぞ。ここ爆撃したらまあまあ何十億って。へえ、今すごいの乗ったんだな。かっけえわ。あなたはこれ買い取るんですかね。すごいタッチパネルすげえ。かっこいい。スマホみたいに全部音下げれるんだ。音全然違う。あ、音はしてないですね。でも、そういう落語モードみたいなのできるんですか。一発目がきついな。なんか紹介できるんですか。すごい、これすごいよみたいな。なんか僕らも入りづらくて、なんか声かけていただいて、すごい。プレゼントさせていただきます。あ、すみません。もしちょっと YouTube やってるんで、車の紹介していきたいと思います。はい、あ、見合い、おいしょ。1968年はい、コルベット、はい、コルベット、はい、まあ、ちなみにおいくらぐらいですか。600万から1000万の間じゃないですか。あ、やっぱするんだ。ああいうのってまたちょっとおしゃれ感。繰り返し社長、繰り返し社長。セントルマンチックな。そうですね。みんなられますか。呼ばれてる、繰り返し社長。道場さん、ちょっと来ていただいております。ちょっと一言だけ。はじめまして、こんにちは。こんにちは。皆さん、ちょっと僕車のこと全然わかんないんですけど、ちょっと YouTube とか知ってもらってて、ちょっと声かけさせていただくかもしれないですけど、もしよければ顔出し OK な方、よろしくお願いします。お願いします。テント立てて、張り替えの手引くので、もしよかったら見に行ってください。よろしくお願いします。すごいファンです。すみません。めちゃくちゃ面白いです。本当ですか。はい、嬉しい。なんか車で何乗りたいですか。あの小型ランボルギーニ。もしよかったら紹介いいですか。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。もしよかったら車の紹介出していただけますか。誰ファンとかあるんですか。社長です。いや、考えてるじゃないですか。いや、考えてる。ちょっと考えてる。ランボルギーニ、まあちょっと不良そうだもんね。ぜひぜひぜひ、どうなるかも来て。仕事になるのはどうですか。空調。そんな儲かるんですね、空調。聞きづらいんですけど、金額とかも聞いてよろしいですか。やっぱするなぁ。すごい。
すごいじゃん。何ですか、誰にも。これもうずっと昔からもう買っとるんですか。初めて。あ、乗り換え。はい。でもこれイベントとかよく来られるんですか。いや、初めて。あ、そうなんですか。僕も初めてでちょっと全然わからなくて。またよろしくお願いします。ありがとうございます。また応援もよろしくお願いします。ありがとうございます。見ます。ちょっと誰か紹介とかできないですか。ちょっとこれ面白い。あ、お願い。あ、マジですか。あ、ぜひ。お願いします。あ、こんにちは、はい、あいいですか、ちょっと YouTube で取り扱い小さいあ、これですか、すごいすごいですね。なんか見ていいですか、どこにもですか、何でしょこれチームいいんですよ、すごいな。お仕事は何されてるか聞いちゃってもよろしいですか。お仕事は自営業です。でどんな仕事をされてるか。建築系です。建築そんな儲かります。こんな真っ赤に乗ってるけど。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。もしよかったら車の紹介とかもできますか。あ、向こうにあるんです。あ、またここ並んでますか。今ちょっと並んでます。あ、じゃあまたその辺にいるんで。どうです。あ、はじめまして、よろしくお願いします。あの、この方もグローリーで買われてます。いやー、まあ、これなんてやつですか。モデラ。モデラ360。いや、あの最初あのがいいなって言ったやつですか。あ、でもナビとかについてモデラ壊れてます。あ、マジですか。エンジン音はどうなんですか。え、エンジン音どうなんじゃないですか。エンジンはやらましいです。あ、え、そっちの方が良くないですか。やらましい。いいな。やっぱいつから乗ってるんですか。まだ2年目です。え、2年目です。あ、で結構乗ります。どういうフェラーリ、どういう付き合いしたらいいか、まだちょっとクエスチョンなんで、ちょっと教えてもらいますけど。僕これ買って多分まだ2年になるけど1000キロ乗ってないほんと乗らないですよ。ですよね。ああ、まだ後で声かけさせてもらいます。ありがとうございます。いや、すいません、ありがとうございます。プリンスプリンスプリンすごい映画に出てくる。うん、レイジのポスターになってる。すみません、こんにちは。この中で一番高い車ってどこにあるんですかって言ったら、これだって言われてましたね。これなんて言うんですか。これは F8 ですけど。 F8? これはいかついな。ちなみにあの東橋で金額聞いてもらっていいですか。これが4700だったね。すごいっすか。すごい。で、1年何回乗られますか。そうですね、多分月1ぐらいは乗ると思いますよ。年12回だね。1回400万ぐらい。1年間だ。やばい。これ何年式なんですか。ちなみにお仕事って何されてますか。建築の設計。建築、設計はいいですね。そんなことない。僕はあの塗装屋なんですけど使ってないですか。ぜひまた明日お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。お願いします。めちゃめちゃ営業マンみたいな感じです。お世話になりますみたいな。いい人だ。優しい。一応いいですか。ちなみにサングラスかけていいですか。あ、はい、大丈夫です。ちょっと僕車のことがあんまり詳しくないんですけど、なんかオロチって日本車なんですか。そうなんです、日本車なんですよ。おー、すごいですね。はい、あー、イカついてる。めっちゃイカつくなっちゃった。忘れますみたいな。優しそうだったのに。で、オロチっていうのが、はい、あの漢字で書けば大きい蛇って書くんですよ。大きい蛇。大蛇。はい、あ、大蛇。そうです、蛇がモチーフなんで。あ、だからどっか蛇うまくあったもんな。ここか。あ、そうですね。ライトも。ライトもですね。あ、すげえ。これ蛇の目、これが再現されてるんですよ。すごい。はい、車検も通ります。あ、マジですか。はい。中でテープが貼ってあるんですけどね。はい。なんかもう営業みたいな仕事ですね。なんか王子の回しもないですね。なんか見ちょくなりしてますね。取られない人もね、先に送ってくる。あ、めちゃめちゃなんか真ん中のところにですね、はい、
白っぽいようなクリームがあるんですよ。はい、これですね、38番。そうです、なんで38番目に作られた。おお、すごい。早いですか？いやいや、遅いです。遅いですか？はい。遅いですか？じゃないですか？これですね、ファッションカーっていう色なんですね。はい。今見た目は結構早そうなんですけど、はい、実際はめっちゃ遅いです。またじゃあぜひよろしくお願いします。はい、一度なんか連絡ください。あ、わかりました。あ、はい、また面白いなんかあったら。ありがとうございます。ありがとうございます。検索したら YouTube 見れる。塗り替え道場で出てきます。あ、本当ですか。チャンネル登録しておいてください。わかりました。すごいな。ぜひもう一回復活してください。シートもこれ張り替えてるんですか？これ逆にあれして別のタイプのシート。ああ、そういうことですか。これ貼ってもらったんですか？そういう。自分で貼ってるんですか？仕事、お仕事何されてるんですか？ピータロー。ピータローって何ですか？そう、何でこのみんなこのお金持ちってこの存在するんですか？いやいやいや銀行行ってバーンやマジですか？すごいな。あ、おはようございます。あ、マジですか？ありがとうございます。映っちゃっていいですか？カメラ映っていいですか？ありがとうございます。ちょっと名刺交換させてください。ブロリーさんで買った時に、そうそう、知ってるうちを、はい、他のじゃあ僕はどんな人ですか？じゃあ僕はあんまり物事に興味なくて、なんか社員が塗装させてしまったんで、なんかかっこいい車いっぱいありますよ、じゃあそれ取りに行こうっていう意味で本当にその日に売られたんですよ。で、なんかもう経営者で成功する人はその日に買うよってなんかガチガチに攻められるんで、また入れるんで、ぜひよろしくお願いします。あんまり新規よりもあのリピートでいっぱい撮れました。あ、いっぱい撮りました、うん、ああ、ちょっと紹介いいですか？いいですいいですか、いいですか、ぜひ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 。あ、これですか？あ、もういいや。これ なんてやつですか？これ360。おお、これ何ですか？弟君です。4様に乗ってあるの。はいはい、あれね、めちゃめちゃ詳しいじゃないですか。水好きやで見て。あ、でもこれ結構改造してますね。ああ、結構触ってますね。おお、自分でやるんですか？いや、業者に。業者、さっきの人は自分でやるって言ってたんですけど、なかなかね、はい、エアサスじゃないから。はい、お仕事で何されてるんですか？あ、仕事は焼肉です。あー、儲かるんですね。いや、もう儲からない。儲かるんですね、焼肉屋は。あの、また新規でオープンするんで。どこでやるんですか？滋賀で。滋賀の長浜町。あー、ちょっともしよかったら宣伝、はい、ちょっと名刺はないですか？はい、あります。名前がエンジン。あ、エンジン。エンジンです。うーん、焼肉屋で、はい、で、もうここが今1店舗目で。1店舗目で、5月の8日オープンなんですね、はい、5月の8日、はい、あの、撮影しに行っていいですか？ああ、来てくれるの？ただ来させてくれます？ああ、OK です。優しい。何を食わそうかな。とことん食ってとことん飲みますよ。そんなに効果ないかもしれないので、金は払ってきます。お願いします。おお、はい。昼間もやって、あ、夜やって。はい、うん、そうですね。まあ、ちょっとネットで調べてみます、はい。もしちょっと遊びに行ってもいいですか？ネットな載ってるかな？インスタは今ちょっと上げてるんですか？あ、インスタで出てくるんですか？はい。エンジンで。はい、出てきます。ありがとうございます。ぜひよろしく、またよろしく。ありがとうございます。またぜひよろしくお願いします。
無理って。すいません、ある。印刷買っていいですか？あ、もちろんです。一緒に撮るの？一緒に撮りたい、俺が。お願いします。ちょっとどんな感じか。ちょっとかっこいい。お久しぶりです。お久しぶりです。なかなか見れないですけど。いやいやいや、なんかいろいろもう生えたみたいな。生えて、貼ってやるだけ。貼ってやるだけ。いやいや、お疲れ様です。いいね、いいね。見てくださいか。エロい、エロい。ちょっと後ろの、後ろが見たいんですけど。やばいな。やばいな、道場さん。やばい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 。いやすごい、まあ、ほんとすごい車ばかりで、うん、近いんですけど近寄らないです。安心よ。いやすごい、でも本当にやっと2人っきりになれたね。気持ち悪い。緊張したよ俺。マジ気持ち悪いけど。気持ち悪いじゃねえだろってめえ。お前全然喋ってない仕事しとるお前。いやだからもうすごすぎて、すごすぎて試験扱いなしだぞ。まあまあそれだけ喋ってない。楽しかった。よかったじゃん、思ったよりな。こういう機会あんまりないからね。俺もあんまり車のことわからんけど、そう、いやこれ見たらなんかやっぱあのね、価値観も変わる。仕事頑張ろうかなとか、まあいろいろ俺もね、なんかすごい人で、なんかみんな普通の人じゃん、言い方悪いけど、だから別に頑張ったらこの人になれるんだなって延長線上におるじゃんっていう、なんかいろんなそういうのもあるから、こういうのそう何回も行くもんじゃないけど、まあ来る方がいいことなんじゃない？ね、すごい刺激になる、脳とか自分の体に。あ、そうそう、またね、これフェラーリ好きの人とかもなんかよく声かけてもらったんだけど、あのこのレース本当 の、 あのサーキットで走ったろうと思ってますので、ぜひ、はい、チャンネル登録していただいて、はい、そういうのをまた見れるんで、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、お願いします。お願いします。またね。またね。